毎週金曜日配信の週刊アソプラス。今週の阿蘇市の話題から週末のイベント、お出かけ情報まで様々なラインナップでお届けします。まずは5月8日から5月13日までの阿蘇市の話題です。阿蘇市では本格的な田植えシーズンを迎えていますが、この時期、水を張った田んぼに移る逆さ五岳を見ることができます。阿蘇五岳は仏様が横になった姿に見えることから逆さ涅槃とも言われます。風がない天気のいい早朝がおすすめです。そしてこちらは阿蘇市一宮町宮地の仙水峡。名前の通り仙人も酔うほどの美しさとあって、自生するおよそ5万本のミヤマキリシマが咲き乱れ、辺りをピンクに染めています。また阿蘇市では5月10日から75歳以上の方に新型コロナワクチンの接種券が発送されています。 WebTV 阿蘇では接種券が届いてから接種日までの流れや注意点を案内する動画をアップしていますので、ぜひご覧ください。最後に週末のイベント情報です。5月15日16日に阿蘇市の丹後山をひたすら周回し、制限時間30時間の中で120キロを目指す丹後山ぐるぐるが開催されます。これは同日に開催予定だった阿蘇ラウンドトレイルが中止になったため、地元有志によって企画されたものです。選手の皆さん頑張ってください。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。